とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワーマルチプレイですね、やっていきましょう。とりあえず最初2人でスタートですね。ぼちぼち増えてくるかもしれません。いや、もしかしたら増えないかも。今日はお盆ですね。お盆最終日となってまして、さすがにこういう日は少ないかな。OK、まあ、とりあえずソロとはまた敵の出方が変わってくるでしょう。うん、多いね、やっぱり。うん、敵が多いわ。このドッグとかが結構うっとい。よし、終わり。一回クリアでーす。次、まあまあそこそこ多いけど、そう問題でもないかな。直接攻撃の方を入れていきましょう。どうだ、ラビジャー普通に出る。あっちにいるね。オッケー。2体目がこっちに出てくるなら早めに。おお、そっちに2体目が出た、珍しい。いや、もしかして3体出てくるかもしれない。ああ、3人目が入りました。3人になるとね、敵の数なんかも変わってくるんだよね。じゃあ、終わりかな。はい、では1人入るまで待ちます。いや、抜けました。落ちた、落ちましたね。まあ仕方ない。コグクロスボウを取っていい子。ここ普通に行くとなかなか面倒くさいところなんだけども、ソロでも、あ、そうです、ペアでもそうでもないか。 OK。 あっ、この OK。 よし、嫌だね、やっぱりここの敵は。すげえ嫌だ。雪ゾンビはもう出なくていいんだけどね、なんか出てくるんだよな。オッケー。おおお、さっきの人だ。やっぱり落ちたんだな。うん、こっちで迎え撃とうかな。いいっす、行きましょう。お、ちょっと待って、倒せないの、危なっ。あっぶね、倒せないんだ。これソロだったら、あのワンパンで敵倒していけるんだけど、倒せないのね、2人だったら。いや、なかなかそれはそれで難しいわ。 OK。 おー、すっげーな。あー、ちょっと待って。びっくりした。ちょっと待って。あ、オッケーオッケーオッケー。ごめんごめん。真横に出たからちょっとビビったわ。オッケー。はい。了解、おしまい。次。で、次どうなるか。うん、またあの新しいクリーパー部屋とかもあるし、ここが結構難しいよね。ここ結構難しい場所なんだけども、どうなる。あ、みんなで行けば大丈夫か。
よし、オッケー、いけるね。あ、危ねえ。ちょっと待って、ガントレット持ってる。激アツ武器を持ってる。やばいやばいやばい。あのね、みんなのところに行こう。あーははははは。ある程度これ合流して戦わないと難しいわ。オッケー、行きましょう。あ、やっぱこの回なかなかだね。終わりに、あ、まだか。これでおしまい。いや、まだ、もう任せよう。はいはいはい、やっぱ今の5回はなかなかの難しさだったわ。はい、 OK、 両刃斧でいきまーす。なんかいつもと違う感じでいってもいいのか。うん、いいけどね。まあまあいいや、行きましょう。おーおお、結構敵の、あー、ごめん、耐久力が高いね。何、セールサマーセールが開催中。なるほど、フレーズまず倒さないとめんどくせえな。よし、オッケー。どこどこ、こっちか。オッケー、これここら辺にいるから。よし、終わり。よし、6回クリア。亀、これすごいいいんだよね。ものすごいいいんだけども、俺はこっちで行こう。フルメタルの方で、うん、こっちがね、火力上がってやっぱいいよね。それでは次に行きましょう。ちょっとエンチャ入れよう。エンチャを やめとこ。弱体かもと思ったけども、なしでいいです。リーパー部屋ね。あー、いった。 OK、 ちょっと待って、部屋の中蚊がいる。マジか、ちょっと待って。なかなかのダメージ。よし、オッケーオッケーオッケー。やばいやばいやばい。よっしゃ、危ねえ。もう任せたかな、そっちは。ありがとう。んで、あー、いいか、いきます。いいんじゃない。みんなで取っていく。どっちがいいか。みんなで行ったらたまにはしないか。ちょっと待って、どこにいる。まずエンダーマン俺倒そう。よし、終わり。残りはエンダー戦と、いいね。9回クリアで、キノコ通ります。食らわんようにする。危なっ。よし、落石は食らわんようにしよう。 OK、 いい
いいんじゃない？よし、いや60発か。あ、大丈夫だ。ちょっと待って、1回出せます。よっしゃ。ここはね、食べ物がいっぱい出るんで、それをクイクイいけばいけるはず。あと、あそこでおしまいか。終わり。これ楽勝だね。何もなしでいこう。何もなしで、また俺は防具をあげる。はい、95。では次に行きましょう。どうする？みんなで行っても意味ないからね。それはこっちでクリーパー処理しておきます。あっぶねえよ。はいはいはい、あぶねえ。こいつをね、まず倒さないとね。おいおいおい、全然無理じゃん。あぶね、全然無理だよ。全然倒せないし、あぶねえ。オッケー、ありがとう。取るよ。オッケー。いや、ここのクリーパー処理もマルチでいくとなかなか難しいね。うん、まあ、このボスは楽に終わるでしょう。行こう。ターンで倒せれば嬉しいかな。おお、先に行っちゃう。いいよいいよ、後から追います。オッケー、よし。どこいる？ザコ倒す。もう一人どこいる？どこいるんだ？OK。 ちょっと待って、なんか変なの落ちてる。なんか落ちてる。動いてないよね。あ、落ちたかも、一人。もしかしたら落ちたかもしれない。もしくはトイレに行ったか。よし、サクッと倒しちゃいましょう。終わり。13回おしまい。いらんかな。よし、あ、お家ではなかった、大丈夫だった。多分トイレかどっかに行ってたんでしょう。動き出したね、大丈夫ね。 OK、なるほど、そうかそうか。亀を持ってるからヒーリングオーラがつくんだ。ありがたいね。亀の近くにいれば、でも結構近くだよね。結構近くにいればヒーリングオーラが発動する。よし、雷のせいでガンガン使うね。あ、そうか、まあ草刈りすればいいからだ。そうだそうだ、草刈りすれば何とでもなったね。よし、おー、ありがとう。おお、ちょっと待って、結構なダメージ受けるな。よし、終わり。多分もう下も倒し終わると思う。はい、14回おしまい。いらんかな。で、15回行きましょう。どうする？俺はじゃあ上にいるね。いや、
役割分担していきましょう。ああ落ちた、ならば俺が行く。あぶね、あうわもうもう落としてるやん。パワーポーションだけは取りたかったよ。パワーポーションだけはちょっと取りたかった。あお固まる、いない、もうそっちいないね。行きましょう。いいね、いい感じで、商人で、武器あげ、あそうね、難者あげるっていうのも面白いよね。うん、多分みんな違うのあげてくるだろうから、でちょっと難者あげるんで、ラスト17回いきましょう。いやいや楽勝だよ、楽勝楽勝。うん、おーおー、なるほど、ハーベスター、おーいいね。ちょっと待って、危ねえよ。ハーベスターもいいよ。ちょっと俺エンチャント入れていきます。うん、オッケー。あそっか、最後これだったね。うん、乱射でガシガシ打っていきます。いいんじゃない？もう乱射上げて、これをメインウェポンにしていくのも全然いいよね。終わり？終わりじゃない？よし、17回おしまい。ではラストいきましょう。ほんと楽勝、今回マジで楽勝です。行くぞ。これいかにワンパンできるらしいね。うん、まあダイナモを貯めていく感じなんでしょうけど、ダイナモが溜めにくい。しゃあ、ああ終わり。まあ、マルチでだ、ワンパンはちょっと難しかったか。はい、まあ、最後報酬見て終わりましょう。よくない、うん、全くいいのが出ない。今一人入った、今一人入った。マジか。まあ報酬だけもらえるからラッキーだね。あー、グレイブのリフレッシュ、これなんかね、ベノムか破滅かだったら、まあベノムだったね、だったらよかったけど、うん、まあまあこれを取って売りましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。